昔あるところに妖精の女の子がおりました。住まいは森にある木のうろ。大好きなのは踊ること。春に踊るのがようこそお日様、秋に踊るのがもみじぐるぐる、それから冬が白雪しんしん。いつも最後には眠くなって木のお家までふらふら、その後すやすや。ところが夏は森をあちこち飛び跳ねて見て回るのが楽しくって、だから妖精ちゃんもあんまり踊りません。妖精ちゃんは森の小鳥たちみんなととっても仲良し。ふと目に入った小さな卵、ストンと巣から下の苔まで落ちてきたのですが、抱えて大急ぎでよじ登って母鳥にお届け。そんなこともあって妖精ちゃんは小鳥さんたちの大のお気に入り。とびきりのお歌も聞かせてもらえます。ある日妖精ちゃんが森を散歩していると、目に飛び込んできたのが何やら黄金色の大きくて丸いもの。苔の上にちょこん。わ、なんて大きな卵。一体どこから来ちゃったの？と思いまして、真上を覗くと、はるか空高くに雲の切れ間がキラキラ。あ、あたしわかった。かわいそうにお日様が卵を落っことしちゃって間に雲があるから見つけらんないんだ。というわけで妖精ちゃんはぴょんぴょんとこの大事件をお友達のぼっくりへ知らせにかけてゆくのです。ぼっくりはいけすかない男の子。枝にしがみついていて、妖精ちゃんを見かけると松ぼっくりを投げつけるものですから、すってんころりん。お前ってほんと悪ガキだな、と妖精ちゃんもイライラ。今度また何かしたら猫背に言いつけてやる。猫背じいさんは森を守っている小人さんで、ぼっくりが恐れるただ一人の人。告げ口なんて卑怯だぞ、卑怯だぞ、と叫ぶぼっくり。ええ、だからしないでいてあげる。でも私の秘密は教えてやんないんだから。いいだ、残念でした。と言い残して、妖精ちゃんはそこからスキップ。そこで慌てて木から飛び降りるぼっくり、後を追いかけます。ついでに持って行くのが尖った木のトゲに草の茎。これさえあれば妖精ちゃんに出来たての木の蜜を吸ってもらえますから、多分仲直りができると踏みまして。でも本当は木に穴を開けてはいけないのです。猫背がダメだと言っていましたから。妖精ちゃんがまっすぐ向かったのはケラケラガエルのところ。池のほとりに住んでいました。何にでも笑うからそういうお名前で、小さなご飯屋さんもしていましたから、お店の名前も同じくケラケラガエル。席についていたのがお昼ご飯に来たカタツムリとイモリ、それからケラケラガエルのお友達マンプクガエルもちょんと座って運ばれるのを待っていまして、そこへ
妖精ちゃんがぴょんぴょんやってきたのです。妖精ちゃん、取れたての海芋、水草のたたきはいかが？と愛想のいいケラケラガエル。あら、それともサネの方がいいかしら。お構いなく、私お腹はいっぱいなの。だって今朝片ばみをまるまる食べたんだもん。それよりも大大大事件を知らせに来たの。思ってもみないこと。なんとお日様の産んだ卵が森のど真ん中に落っこちちゃったの。これがケラケラガエルにはすごく面白いことに思いましたから、吹き出したのはいいのですが、喉が詰まりそうになってしまって、満腹ガエルに背中を叩いてもらう羽目になりました。さて、妖精ちゃんが見せようと先に立ってお日様の卵まで進んでいく中、後ろからさらにどんどんゾロゾロ、ぼっくりもそのお友達の連れも追いついて、みんながみんなお日様の卵に興味津々。果たして目の当たりにしたみんな、やっぱり驚きを隠せません。パッと卵を返すやり方ってない？そうしたらお日様そのものが私たちのもの、この森もずっと明るいし、と妖精ちゃん。そこへもみの木から眺めていたフクロウが、ほっ、おめでたいことだ、ほっほっほっ、そしたら私は引っ越しだな。ってことはそいつの中に火があるのか？だってお日様って体の中に火があるんだろう？と言ったのはぼっくり。こんなところに集まって何事じゃ？尋ねたのは猫背じいさんです。のろのろとできるだけ急いで杖をつきながらやってきたのでした。お日様の卵だとさ、と声を張るぼっくり。ほっほっほ、たちまち森が大火事だな、とフクロウ。何ならば直ちに防がねばならんな、と猫背。一番いいのは、かえかえかえ、ケラケラガエルが言おうとしたのは、一番いいのは返すとき水につけることなのですが、ちょうどそのときふと思ったのです。お日様のお子様が帰ったときに水の中ではボコボコ湧き立ってしまうって。なので力の限り大笑い。何がおかしいのだ、嫌な顔する猫背。力を合わせよ、さすれば卵を水の中まで転がせようって。でもさ、殻がほら全然熱くねえぜ、とイモリは鼻でクンクン。はあ、こりゃお日様の卵じゃなくてサッカーボールだな、と声を上げたぼっくりがそれを一蹴り。勝手に蹴るなよ、私の卵。お前のせいでお日様の坊ちゃんが怪我したかも、と妖精ちゃんがわめきます。ところがもう猫背がぼっくりの耳をつかんでいまして、もういっぺん卵を動かしてみろ、牢屋にぶち込むぞ。その時です、リスがガブッとお日様の卵の殻をひとかみして、そのまま木の上に飛び上がりまして、ふげっと吐き出したのです。苦いったれありゃしねえ、誰か手当てして、私の卵、お日様の卵が、と我を忘れてわめき散らす妖精ちゃん。それを聞いたズアオアトリくんが飛んできます。そして言うのです。おっと妖精ちゃん、
それお日様の卵じゃないよ。お日様の果物みたいなもので、オレンジって言うんだ。見たことあるよ。お日様の国では木に何百とそういうのがぶら下がってるんだ。僕は冬をそこで過ごすからね。松ぼっくりみたいにみっしりとなってて、中にはもう格別のジュースが入っているんだ。中身がジュースだって?と大声を上げるぼっくり。さっと黄金色のまん丸へ回り込んで、持ってきた木のトゲで穴を開けて、草の茎を突き刺して吸い込んだのです。おお、うめえ!と味わいまして、こんなに美味しいの初めてだ。何をしておる?と猫背がうなります。なのにぼっくりは猫背に味見を進めるばかり。というわけで、草の茎を他のみんなにも渡しました。そしてみんなで囲んで一斉に吸っての感想は、おいしい!あんまり当たらなかったのがケラケラガエルで。というのも、ぼっくりに脇をくすぐられてしまって、ジュースをちゃんと吸えなかったのです。ともかく、咳払いをして言うには、いいかい、妖精ちゃん。いつまでもタダで食わせてあげるから、お店で出す用のジュースを樽で持ってきてくれないかい?ちょうどそこへ、食い意地の張った大きなカラスが飛んできまして、翼をはためかせて、鳴き声でびっくりさせて、みんなを蹴散らしたのです。それから爪でオレンジをつかんで、自分の巣へ持って帰りまして、カラスの子供たちもみんな口を開けて欲しがったのですが、食い意地の張ったカラスはケチでしたから、一気にオレンジを丸飲み。喉につっかえて、あと少しで死ぬところでした。そんなことがあって首を痛めまして、夏の間はずっと包帯ぐるぐる。もう泣くこともできません。まあこのカラスにはいいことだったのかも。とはいえ、妖精ちゃんはカラスにお日様の果物を取られて大泣きでした。つぐみが声をかけます。泣かないで妖精ちゃん。僕と一緒にお日様の国まで来てもいいよ。そこなら素敵なお日様の果物もいっぱい木になってるからさ。君はかなり軽いから僕の背中にうまく乗れると思うし。それを聞いた妖精ちゃんはもう嬉しくって森中をぐるぐると踊りながら歌いました。私、お日様の国に行けるの。お日様の国まで渡れるの。やがて秋になりまして、妖精ちゃんはつぐみと一緒にお日様の国まで行きます。今や日差しの中、幸せいっぱい走り回って、蝶々たちとも、お家の森にいる仲間と同じくらい仲良くなって、お腹が減ったら、持ってきた草の茎を大きくて甘いお日様の果物に一つ刺して飲めばいいだけ。でも、レモンは飲みません。だって妖精ちゃんにはどうも酸っぱくて仕方がないから。もし冬のどこかでちょっとスカスカのオレンジに出会ってもがっかりしないでくださいね。妖精ちゃんがちょびっとジュースを吸ったあのオレンジなのかもしれませんし。だとしたら面白いでしょ?さて、妖精ちゃんとっても楽しく過ごしながらそれでも毎日お日様に向かって言うのです。ねえお日様、早くお家の森でキラキラしてよね。そうしたらすぐにでも春になるし。というのも妖精ちゃん、
春になったらつぐみにお家の森へ連れて帰ってもらおうと考えていまして、約束だったのです。だってちゃんとようこそお日様を踊らないとアネモネが出てきてくれませんし、猫背もぼっくりも妖精ちゃん戻ってきてと強く願っていました。何度もうろついてはつぐみが来ないかと目を動かすのです。猫背がぼっくりに言いました。バカもんがぼっくりわかっておるだろ、こんな冬のど真ん中につぐみは飛んでこんと。と言いつつ猫背もついつい妖精ちゃんを探してしまって、一面雪なのにね。ですからとうとう帰ってきた日にはみんなはもううれしくって、そうもううれしくって、森中のみんながでんぐり返り。さてこのお話のそもそもの始まりですが、ラッセという男の子が夏野いちごを探しに出かけて、たまたま森で大きなオレンジを落っことした、それだけだったということもお忘れなく。